皆様こんにちは。今日はね、山下かまぼこ、蓮の花園かな、夢の花園でしたっけ、蓮が咲き出しましたんでね、ちょっと見に来ました。まあ、状況ね、もうすでにお客さん、人いっぱい来てますね。まあ、車はちょっと多少ね、ここに停めらせてもらうということも可能です。ただ咲く順番によってね、咲いてるとこと咲いてないとこがあるね。まあやっぱり朝来た方がね、当然元気ありますよね、朝なんね。あそこ展望台みたいなとこかな、みんなね、たくさん多いね、さすがに。この辺はピンク色やね。え、何のハスかな、なんか名前書いてあったな。ここになんか名前書いてある。美中光と書いてあるな。なんか白とこのなんかピンクが混じった感じね。中高というのが満開ですね。あのおばちゃんを見ていたからか。ちょっと歩いていこうか。ほんでね、ちょっと水田もね、ちらっと見たけど、水田も綺麗に咲いてますわ。ちょっと早めに一回水田取りに来ましたけどね。まあでも間に合いますね、これ水田がね。あとでちょっと水田の状態を見ておきます。まだまだこれからですね、ここもね。綺麗な花が形の植物ね。綺麗ね。こちらはまた別の品種かな。分かる。ね。ここの橋の上を歩いているわ。綺麗に見えるかな。こっち側にも行けますけどね。よいしょ。ちょっと高いとこから見させてもらったらこんな感じですね。こんな感じです。ここまあアジサイもね見れるはずなんでね、ちょっと後で行ってみます。ここにここパート1にしますわね。夢の花園パート1ね。完璧に咲いてるやつないかな。今も綺麗けどね。でもね、こっち側まだまだこれからですよね、これ。で、向こうからは咲いてますわ。あの向こうからのね、あの辺が。見えますかね。多分咲いてますね。でも、ここはちょっと手前は咲いてないからね。ちょっと早いかな、時期が。まあ、そんな感じですね。はい、ではちょっと水田の方に行ってみましょうかね。ちょっと水田の方にやってきましたね。ちょっと手前に変わったハスが咲いてますんでね、これも落としておきますね。これまで先のところとはまた品種が違うと思うんですけど、ここはまだまだこれから咲きますんでね。はい、じゃあちょっと水田見ておきましょうね。黄色とピンクと綺麗にね、やっぱり咲いとんな、
ね、あの辺の黄色のやつも綺麗な。ちょっと池の中に入られへんからね、ちょっと遠目の拡大写真ですいませんね。でここは鉢の中は咲いてない、鉢というかバケツみたいな中には咲いてないのまだ。ちょっと拡大になっとったら、ずっとここを歩いてきましたらね、このバケツといいますか、この中で上咲いてるのはこの花だけでした。よいしょ、もう綺麗ですよね、一番近くで見れるこれ、うん、ちょっとバケツの縁が邪魔やけど、はい、ここは何という品種かね、食香蓮ね、なんか食って難しいな、あれやな、義語食、三国志の食やな、あよいしょ、両方水田とハスと両方見てるな、ここ散策だらしい。お姉さんのカメラマンもさっきからね必死で撮ってありますけどね、あそこでね、でかいでしょこの黄色の水田ね、ちょっと普通と違うみたいな、よいしょ、赤と黄色の綺麗ね、そこらも綺麗な、もうちょっと縮めて全部入るかな、ちょっと黄色が固まっとって綺麗でしょ、ね、はい、まあそんな感じでしたね、はいはい、という感じですね。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。夢の発生ね。まだまだこれからですので、ぜひね、いらしてみてください。それではよろしければ高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。